はようございます。カモンマテリアル、マテリアルの坂部五郎です。カモイの日浦です。よろしくお願いします。はい、この番組は様々な才能のマテリアルを集めて新しいことにチャレンジしていくムービーズカフェマテリアル谷町の可能性を発掘するために配信している番組でございます。はい、ということで、はい、今日は8月の21日です。はい、なんと、はい、なんと女子大の日。え、そう、女子大生の日。女子大生の日。女子大生の日。はい、女子大生の日。何なんですかそれ。8月21日、女子大生の日ですよ。なんかね、ざわつきますね。なんかざわつきますね。ざわざわしますね。なんかおっさんはね。何なんでしょうって思うんですけど、これあれなんですよね。日本の大学ってもともと男の人しか行けなかったんで、どうやら8月21日に女子も入学できるように。認められたですね。それが東北大学で、はい、当時の東北帝国大学でね、はい、なんかでもね、うん、実はね女子が目的はなかったらしいんですよ。実は東北帝国大学でしょ、はい、場所東北やから、はい、人あんま来えへんっていうのがすごい悩みやったらしくて、あで元々は高等学校を卒業した、はい、高等教育を受けた人だけが大学に入れるって、はいはい、その高等学校自体が女子が入れなかったんで、うん、大学には行けないっていう流れだったんですけど、はい、高等学校卒業者だけだと東北大学経営成り立てへんから、あ高等学校以外の人も入れるようにしましょうということでお願いしますっていうふうに、はい、文部省にお願いをして、許可が下りたのが8月21日で、結果的にそれで女子が入ってきたっていう、女子大生も OK、はい、ということになったということらしいですね。はい、はいはい、ということで全国の女子大生の皆さん、東北大学の経営のおかげでですね、経営事情のおかげでですね、皆さん実は今大学に通えてるんだということらしいです。はいはい、まあまあそんなこと、そんなことよりも戦後の時点でアメリカ入ってきた時点でね、はい、きっと大丈夫になったんでしょうけれども、はい、まあ実はそういうことが元だったということらしいですけどね。はい、いやでもね、僕はね8月21日といえばですね、はいはいはい、僕にとってはですね、はい、違う日なんですよ、うん、はい、僕はこれね、剛長渕なんですよ、はいはい、剛長渕が8月21日、はい、2004年8月21日に、はい、なんとですね、長渕剛がですね、はい、桜島でオールナイトコンサートをやったと。そうなんです、当時すごかったんですよ、はい、だって7万5千人ですよ、7万5千人が桜島ですよ。はいはい、これね多分行ったことないと分かんないですけど、うん、桜島ってね、桜島汽船っていうね、ポンポン船があるんですよ、はいはいはい、それでそれでしか行けないんですよ。でしょうね。ですよね。そうなんですよ。それでしか行けない、はい、だからすんごいピストン輸送されたの。あれ何人ぐらい乗る？一船どれぐらいやろ言うてもそんな乗れないんですよ、はい、あんまり乗りすぎたら多分沈んでもから、はい、そうですね、原因はありますよね。そう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 、だから多分ですね、あるだけ出して何回も臨時便も出てみたいな感じで、うん、無理やりやって、それもね、行き、その要は時間に間に合うように運ばなかったんでしょ、はいはいはい、スタート時間にチケット買った人が行ってなかったらおかしいから、はいはいはい、でそれも大変なんですけど、はい、終わってからまた外出すのも大変、それが大変ですね。だから本当に1個しか入り口ないから大変なんです。すごいことをしましたね。すごいことしましたよ。でしかも桜島には全然そんなコンサート会場じゃないんで、はいはいはい、今ももうないんですよ。やった場所は2年間かけて、はい、鹿児島市が造成して、はあ、作って、もうでっこぼこの桜島の溶岩でできたとこですよ、のっぱらですよ、はい、そこを無理やり機械で真っ平らにしていって、で無理やり7万人以上が入れるっていう、はいはい、野外ステージ、野外ステージを組むための平らな場所を作ったんですよ。まあ、今叫びの肖像って言って、はい、まあ、また多分この辺に写真出てると思いますけど、はい、その叫びの肖像がモニュメントとして置かれてる記念パーク的な感じになってますけど、ただ記念パークでもただもうぴょーいのっぱらが広がってるわけです。ファンの方はやっぱり行きますね、行きますね、はい、やず私行きました。で桜島基地に乗って、はい、うどんがあるんですよ。このうどんが美味しいんですよ。その名物のうどんがあるんですよ。そのうどん、月見うどんを食べて、はいはい、10分ぐらいなんですよ。船乗ってんのが、はい、10分の間に注文して食わなきゃ、はい、まあまあ忙しい、まあまあ忙しい、ね、そうそうそう、まあまあ忙しく、あつとか言いながら頑張って食べました。はいはいはい、
行きも帰りも食べました、はいはい、そんなこともありましたけど、はい、結構10分って遠いですよね。遠いんやけど乗ってたらあっという間ですけどね、うん、鹿児島市内からずっと出て、はいはいはい、で降りてちょっと行ったところにそのパークがあるんですけどね、はい、いやいや、はいはい、まあまあそういうのが実は2004年にあったのが8月21日なんですよね、はい、はい、もうみんなね一晩中ねあのこうやってねうえっていう風にあの拳を突き出すオールナイトコンサートなんです。何時から何時までやるんですか？夜9時から朝の7時8時ぐらいまで。おすごいですね。でもね大丈夫なんですよ、あのね一部二部三部とかあって、その間の合間がね結構長かったりとかするんです。あ、なるほどね、長渕剛、そうそうそう、あのねさすがに長渕剛ずーっと歌ってたら死んじゃうんですですよね、うん、であの人ステージパフォーマンス腕立て伏せとかわけわからんことやる人なんで当時はね、はいはい、当時は体鍛えてたから、でステージパフォーマンス腕立て伏せとかいろいろ走ったりやらないのとかやって、終わったらもうあの自分一人で立ってられへんぐらいになって担ぎ込まれて引き返すで針師が針打ってるっていうすごい状態で、あのうわーとか言いながら、あの行くぞっつって行ってほら来たぞーとか言いながらまたやるっていう、はい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 、で、あの何俺たちで太陽を引きずり出すぞーとかって言いながら、伝説の、15分丸々1曲歌ったっていうね、はい、あのとんでもないことをやらはりましたよね、はいはいはい、おかげで剛さん15分間ずっとこうおいおいとかやらされてたっていうもうほんまね、あ、すごいですね、あの5分とかやるだけも結構大変なんですよ。で桜島って曲があるんですけど、桜島っていう曲では、はい、あのおお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 ってこと両手振るんですけど、これね1分やったらね両手もう棒のようになってもうお願いやから下ろさせてと思うねんけど、それをもうやなかなかやめてくれないっていう、ね、でこの時期にやったってやったんですよ。暑いんですよ。暑いですよ。まあ、夜やからマシかもしれないですけど、でまあまあまあ近郊湾のねあの海風とかもあるかもしれないですけど、はい、大変だったし、すごいですね。で鹿児島市内一晩中本当うるさくてあの僕の知り合いの知り合いの知り合いのおばあちゃんがあのうるさくて寝れなかったってめっちゃ怒ってたらしいですけどね、はい、はい、そういう伝説的なことが、伝説ですね、はい、やらかしたというお話が8月21日、2004年の話でございます、はいはい、こんな言い方してたらほんま強しファンのやつ見てたら怒んねえよな、まあ、まあまあ、 あの強しファンのみんなの中でも多分もうあのはいはいっていう感じの内容やと思うんで大丈夫やと思います、はいはい、ということでございましたという、はい、であの、まあ、伝説的なね、はい、ことをやらかした男の話なんですけど、まあ、伝説はね多分ねこれから作るんじゃないかなっていうと、はい、今来てるんですよ、はいはい、あの本当ね、はい、どうすんのっていうぐらい、はい、どんどん先へ進んでいらっしゃるんで僕も本当びっくりしてる感じなんですけど、はい、お呼びしたいと思います。はい、はい、宮本さん、はい、脇田さん、お願いします。はい、はい、ということで、はい、ではちょっと自己紹介をお願いしてよろしいでしょうか。はい、平和活動を行っているワープロジェクト大使の宮本達彦と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして2回目の出演ですね。はい、はい、お世話になります。はい、書道家の脇田隆法でございます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで、まあ、脇田さんね以前ね平安神宮で、はい、奉納記号をやりますと言ってやるはずやったんだけど、そのね、コロナのせいで、はい、ちょっと人数減らしましょうということになって竹本先生だけの、はい、記号になってしまったということで、テロップで、で本当はできませんでしたと思い切り入れさせていただいたんですけど、はい、という、脇田さんが久しぶりにお越しいただいてるんですけども、はい、なんでここに脇田さんがいるのかというと、あの私はですねこちらの代表の、あのワープロジェクト大使の、あの書家の会の書道家でございまして、はい、今日はそれであの呼ばれましたねということですね。付き添いでありがとうございますということですね。はい、まあ、そうなんですよね。だから脇田さんがされたその奉納記号というのはなんでやったのかというと、まあ、宮本さんが代表をやられているそのワープロジェクト大使が、まあ、和文化和の精神というのをまあ、ビジュアライズして分かりやすくたくさんの人に伝えるという意味で平安神宮であるとかいろんな場所で記号ってあの大きい筆でね、はい、あの大きい紙に
ック、わーって書いたりとか、わを持ってパッとします書いたりとか、はい、なんかそれを、まあ、もう平安神宮なんかすごかったですよね、あれね。あの場所がね、うんうん、あの砂利石が引いてある、もうすぐそこに御神体があるっていうような、その中間の間でやらせていただいたってすごいことね。あの時はね、その前の年に靖国神社で、はい、先ほどの大吉先生がね、入ったわけですよ、はいはいはい、でそのすぐ横でね、はい、こちらのね、椿田さんがね、はいはい、中腰でたたずんでたんですよ、はい、めっちゃかっこよかったんですよ、はいはい、僕その真似をね、真似しましたね、してましたね、あれ実は真似になったんですよ、ちらっとこの辺にワイプで抜いておきますから、はい、どういう状況かというのは一応抜いておきますけども、はい、まあまあそういうその奉納器具をね、まあ脇田さんはだからそのワープロジェクト大使のプロジェクトの中で、脇田さんが奉納器具をされてたということなんですけども、で今日はですね、やっとここ来た今日はですね、はい、何のプレゼンをしに来ていただいたんでしょうか。はい、今度 WPT はセミナーというのを、Zoom 配信をしますので、その宣伝に参りました、はい、そうですね、8月29日ね、はい、あるんですけども、その Zoom 配信のことをプレゼンしに来ていただいたということですね、はい、はい、では、判定員の皆さんお願いいたします。はい、では、はい、プレゼンの方ね、はい、行きたいと思うんですけども、はい、私の方が、プレゼンのコールしますんで、はい、始まったらそこから10分間で、はい、お話をしていただいて、はい、後ろで判定員が、丸か×かを出すと、×が出ると、はい、モザイクがかかって声が変えられてしまいますので、はい、丸になるように頑張っていただきたいと思います。はい、はい、それではこのプレゼンありかなしかスタート。あ、もう今から喋っていいですか。はい、はい、WPT はセミナーっていうのは今年から月に1回ぐらいのペースで始めてるんですね。で、先ほどそのワープロジェクト大使っていう話をしたわけですけども、何のためにこの活動してるのかっていうことがきっかけで、あと私が皆さんにお伝えしたい内容を月に1回順番にテーマ決めてお話をしてるんですけれども、今回は志っていうのがテーマです。で、きっかけがね、僕自身が志っていうことを意識するようになったのは多分10年ぐらい前ですね。10年ぐらい前にある某それ大丈夫ですか。それはセミナーので喋る内容には入ってないですか。大丈夫です、大丈夫です、はい、多分大丈夫です、はい、P 入れてください。いや、OK です、はいはい、ちょっとドキドキしました。志について喋り出したらちょっとやばくないかなと思ったんですけど、うん、OKOK、うん、大丈夫、多分大丈夫、はい、OK、はいはい、はい、今永瀬さんあたりが大丈夫かって突っ込んでると思いますね。了解。大企業から、はい、社員研修に、はいはい、招かれたんですよ、はい、ちょっと喋ってほしいと。で、普通社員研修って言ったら業務に関する直接関するような内容の研修じゃないですか。ところが今回は違うんだと。そのせっかくその業務の研修を社員たちに受けてもらっても、その社員たちが要するに心の病にかかって、うん、もう鬱になって会社休んじゃうと、はい、もうだんだんそうなってきてるから何のための研修かわからなくなると。そのもっと手前のね話がちょっと実は大事なんじゃないのと、うん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 、それで人間力を高めるっていうテーマで一度宮本さん話してくれませんかって頼まれたんですよ、はいはい。で、人間力を高める、僕もそうやってお題をいただいた時にパタとそこで初めて考えたんですよね、はい、人間力を高めるってそもそも人間力って何だろうな。鈍感力っていうのが昔、はいはいはい、はい、どなたかが書きました、はい、渡辺純一さんだったかな、はいはい、その人間鈍感力っていうのを小泉総理が当時紹介してすごく、はい、読まれたベストセラーになりましたよね、はい、あれがきっかけでなんとか力、なんとか力っていうタイトルの方がよく出たと思うんですよ。で、そんな中で人間力だったと思うんですよね、はい。で、まあ、トータルで言うとコミュニケーション能力であったり決断力であったり、まあ、そういういろんな人間としてのトータルないろんな総合力、それが人間力っていうことだろうと。それを高めるにはどうしたらいいんだろうって、その話をしてくれって言ってね、うん、ちょっと僕もと思った時に結局行き着いたのがね、高めたいんだったらそもそもね志が全くない人って、うん、やっぱり人間力を高めたくてもあんまり高まらないんじゃないかなと、はい、志のある人ほどそれに見合って人間力も高まっていくんじゃないかなと。
それがきっかけでね、はい、志って何だろうという、はい、そういうことを僕なりに意識して、うん、で10年ほど前にそこで喋ったのが始まりでしたね。なるほど、うん、はい、でそのまあ企業さんでは、はい、その志についてお話をされて、うんうん、どんなあのリアクションというか、あのね、すごく、まあ、興味持ってお話聞いていただいたんだけれども、はい、その中でさらに言うとね、はい、志って言ったら僕ら一人一人個人の志っていうのはまあ当然ありますよね、はい、でも実はね、会社の志とかね、うん、国の志とかね、はい、結局そういうことにもつながっていくっていうことにだんだん話が広がっていったんですよ、はい、じゃあこの今の日本にはこの日本国には志があるのだろうかとかね、なるほど、ああそういう話とかもね当時はよくしましたね、はいはい、であとね、志って言葉はね、僕たちは若い例えば10代20代の頃から聞く言葉だと思うんだけども、あのこの僕が50過ぎて初めてなんとなくその志っていう言葉が僕の心に響くようになってきましたね。反対に10代の 頃って言葉自体はもちろん知ってますけどね、あのでもなんだろうな、あのなんかちょっと遠い世界の話みたいな、うん、っていうのは僕、うん、あの坂本龍馬の大ファンなんですよ、はいはいはい、ね、あの、はい、日浦監督も坂本龍馬の大ファンじゃないですか、はい、長渕剛か坂本龍馬かっていう感じじゃないですか、はいはいはい、であのね、坂本龍馬の生き方っていうのにすごく僕自身も憧れて、はい、ただあの幕末の時代のね、はい、もう今の我々のこの暮らしとはちょっと想像もできないぐらいドラマティックな社会情勢もある中で の、はい、あの人生だったじゃないですか、はい、で龍馬は龍馬で自分の志の中で生きてたわけだけども、そもそも時代背景そのものがね、ちょっと僕たちからしてみたら非現実っぽいところがあったんですか、うんうん、まあそうですね、だからそういう意味でも志ってちょっと遠かったんですよね、うん、でも20代に入って30代に入って、その中で僕の心をすごく支えた龍馬の名言が2つあったんです、はいはいはい、もう誰でもが知ってるような名言、はいはい、ちょっと僕うろ覚えなんですけど、はい、ちょっと知ってますよね。はい、だからまずは、うん、世の中の人は何とも言わば、いえ我がなすことは我に見させる、ね、そう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 、はい、でね、はい、それなんでこの話、この名言をね僕の代わりに言っていただいたかというと、はい、僕もちょっとうろ覚えなところがある、はい、心には響いてるんだけどね、心には響いてるんだけど、いえって言われたらね、ちょっと正確に言うのちょっと自信なかったのね、はいはい、でも自分のやってることを周りには理解されなくっても、うん、でも自分は突き進むんだっていう、自分が分かってればいいんだって、うん、はいはいはい、あれって深い言葉ですよね。いや深いですね、はい、だから僕も10代の頃に、まあ、司馬遼太郎先生の本とかで、はい、読んだり武田鉄矢の漫画とかでね、はい、読んだりとかして知ったんですけど、はい、その時にはなんか分かったようなつもりにはなってましたけど、うんうん、まあ、本当の意味というかいろんな意味があるんでしょうけども、はいはい、表側の意味だけしかやっぱ捉えられてなくて、はい、やっぱ年を取るごとになんとなくこう実感してくるというか、はい、そういう部分はありますよね、はいはい、あのね、手前味噌な言い方なんだけれども、うんうん、仮に20歳からと数えた場合、うんうん、20代30代40代今50代なんですけどもね、最近だってよく言われるのがね、宮本さん全然昔と変わってませんねと。なるほど、言い換えれば、はいはいはい、言ってることもやってることも変わってませんねと、はい、まあ、よく言えばブレてませんねっていう、うんうんうん、志ってそれとすごく関係があるのかなと、はい、だからしょっちゅうブレてたらそれは志とは言わないし、うん、でもそれって本当に本物の志かどうかっていうのはやっぱり歳月経ってみて、ああこういうことなのかって分かるのかなと、なるほどなるほど、そういうようなことをね最近感じるんです。まあ、そうですね、だから僕も結構あの言葉に関して言うと、うん、例えばいろんなことを言う人がいるじゃないですか、はい、だからブレるブレないって、はい、あの人の言葉に耳を傾けるっていうのはいい意味で、はい、言いますよね、はい、でも耳を傾けすぎると、うん、一体自分がどこに向いてるのかわからなくなる、はい、そういうのことをブレるっていうんですよね。そうですよね、うん、だからブレないっていうのは人の言葉には耳貸すかもしれないけど、うんうんうん、あの別に自分の方向性は変えないっていうことじゃないですか、うんうんはい、でもねそれってね若い時絶対わかんないんですよ、はいはいはい、人の言うことを聞かないのがあの世の中の人は何とも言わば言えっていうことなんだろうっていうふうに勘違いしちゃうんですよね、はいはい、そうじゃなくて、はい、人の言ってることも聞いた上でブレないっていうことが
実は大事だっていう、なんて言われても構わへんやんっていうのは、なんて言われてる状況の中で、自分の方向性変えるんじゃなくて、やっぱその方向へちゃんと突き進むっていうことですよね。脇田さん、脇田さん、せっかく今隣に座ってもらって今の話聞いてどう感じになりました？いやもう高尚すぎてついてくるブレブレですからそれがいやブレてないですよ、脇田さん全然ブレてないですよ、絶対瓶 ビールでしか飲まないですから生があっても瓶 ビールですから、ただ頑固なそうだからブレないっていうのと頑固の違いとかね、なかなかいやこれ全然違いますから ね、ただ頑固なだけなやつは迷惑なだけですあともう一つ の龍馬の名言、はい、とっても有名なやつ もう一つ、すみません代わりに1分前、今一度日本を選択いたしました。それ、はい、ということで、まあ、あと1分なんで、はい、ワープロジェクト大使の志としてはですね、もう一遍今の言葉言ってます、今一度日本を選択いたしそうですという気持ちでやってるということなんですよすみません、こうやって僕実はね、いろんなこと方々に支えられてるんですね僕一人じゃね、どうも足らないところだらけなんで、こういう時にはこの人、こういう時にはこの人って言って、そういう中でね、このプロジェクトっていうのはブレないでここまでやってまいりました。はい、そんな感じですかね、ということで、それが8月29日にあるセミナーでお話聞けるというのが志ということですね。はい、はい、ということで、時間になりました。どうもありがとうございました、はい、締めはね、ちゃんと締めとかないとね何の話かとかはい、ということでございますね。まあそうですね、まあ、僕と、まあ、宮本さんが実は出会ったのも長崎で出会っていて、長崎の坂本龍馬の、関わったのいろは丸事件談判の、あったお寺が、まあ、非常にもうボロボロになってて修復しなきゃいけないっていうんで、どうやってお金集めたらいいんだろうというところに僕はもう10年以上ちょっとお手伝いをさせていただいていて、まあいろいろ広報活動的なことはねお手伝いさせていただいてたんですけども、その中で、まあ、宮本さんがワープロジェクト大使として、奉納記号をこのお寺でやればいろんな人に、注目してもらえるんじゃないかというご提案をされて、実際それをされて、それを僕が撮影して配信するっていうところで、まあ、ご一緒させていただいたんですけど、まあ、まさに本当にブレることなくやってらっしゃるというのがよく分かったので、まあ、今、ね、いろいろとお手伝いをさせていただいております。ありがとうございます。いいえ、と思います。はい、なので、まあ、ぜひこのワープロジェクト大使っていうもの自体が、まあ、どういうものなのかっていうのは Facebook ページとかそのホームページとかもあるんで、まあ、見ていただければ書いてある通りだと思うんですけども、大事なことはですね、その和の精神っていうものがそのやっぱり今日本ブレちゃってると思うんですよね、うんうん、でそのブレないようにするためにはじゃあ何知ったらいいのっていうと、それはセミナーで宮本さんが伝えてるということになると思うので、ぜひ、まあ、ぜひ聞いていただきたいなと思うんですけども、うん、はい、5分ぐらいオーバーして俺喋ったね、はい、ということで判定に行きたいと思いますはい、学校がよろしいですか、はい、よろしくお願いします。はい、このプレゼンありかなしか判定。ああ、だめ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 。はい、丸が出ました。はい、ということですね。はい、まあ、そうなんですよね。だからもう日本ってね、今っていうか今に限ったことじゃないですけど、まあいろいろ大変なんですけど、はい、やっぱりその道筋つけるためには志ね、心を串刺しにするぐらいまっすぐな何かが必要なので。はい、ぜひ、和セミナーで聞いていただければと思います。はい、はい、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、あゆみ、はい、おはようございます。おはようございます。はい、お店の情報は特にございません。はい、はい、あと9日間ですね。はい、辛抱するのみですね。はい、でもそれが開けたら本当にね、たくさんの方に聞いていただきたいなと思っておりますので、はい、はい、準備も着々と進んでおります。はい、はい、まあ、それまではね、このスクリーンに行って、はい、映画を見るために、ね、はい、ディスクは持ってきていただいて、はい、でね、これ、はい、このプロジェクター使って、鑑賞していただくように、はい、この部屋を、はい、お借りいただくと、はい、レンタルスペースとして、ね、はい、ご利用いただけますので、はい、ぜひぜひ来てください。はい、まあ、あとグッズの販売も ね、手作りしてやってますから、はい、ホームページの方とか見ていただいてですね、はい、購入していただきます。はい、
思います。はい、よろしくお願いします、はい、では失礼します。はい、ありがとうございました。はい、高橋さん、はい、どうも、はい、昨日この高橋です。シネマというのこんなございます。はい、では手短に行きましょうかね。はい、ではもう夏も終わりなんで、もう日本ではちょっと正月に公開されましたが、はい、はい、ホーキーズシリーズですね。またシリーズ来たね。懐かしいですかね。はいはい、ホーキーズ、これね、まあ、まあ、6人組がね、バスケットボール部の6人組がね、はい、そういうホーキーズっていうのはこれバイシアドの名前なんですね。ね、そうですね。はい、そこへ行ってのてんやわんやの物語でございまして、はいはい、第 1作目が、まあ、アメリカでも日本でも、ヒットしたんで、はい、その勢いでね、作ったんですけどね、はい、まあまあそんなにヒットしなくて、これね、我らが3本ぐらいあるんですね、本当はね。はいはいはい、3なんか存在は全然知りません。あ、なるほど。はい、この1、はい、1と2はまあ DVD とかね、はい、配信で見ていただけたらいいかなと思いますね。夏の終わりにいかがでしょうか。はい、はい、ということで、もう1本、偶然にも長崎が出てきまして、はいはい、長崎の女優さんといえば、はい、原田知世さんでございます、ね。はい、これもちょっと夏向きの映画なんですけど、はい、日本ではお正月映画としてね、公開されたという感じで、大橋信彦監督の作品でね、はいはい、原田知世さん主演で、まあ、ニューカレドニアが舞台の ね、はい、ね、はい、天国というのは森山さんのね、はい、森山さんですかね、はい、の原作の部分、はい、これなら今日持ってきたけどね、あの中渕さん、さっき話しなかったですけどね、はいはいはい、これ一番劇場で見た回数多い作品の邦画なんですよ。私これ劇場で7回見てるんですよ。すげえ、あの邦画洋画合わせて、なぜか7回見てるんです。なんで、あ、まあ、試写会も当たったんですけどね。あ、すごい、だからこの宣伝の時に行きましたよね。原田知世と角川春樹と会ったっていう作品でございまして、はいはいはい、これはもうほとんど、まあ、セリフ用語なんで、ね、うん、言えるんですけどね、はい、だがなるんで、はい、やめときます、はい、皆さんね、世界旅行行けないんでね、はい、ちょっと夏気分味わうよ、ね、そうですね、はい、カレドニアね、天国に一番近い島、はい、行っていただきたいと思います、はい、明日のあいあいではこの曲を流すということなんで、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。はい、ということでエンディングでございます。はい、なんかすごいね、今日俺なんでやろ、めっちゃ疲れてるんですよ。久々に疲れてますね。前回全然疲れてなかったけど、今日なんか疲れてるのはなんでやろ。はい、まあ、宮本さん初めてこちらのスタジオをお越しいただいたんですが、ね、結構ね、うちの番組見ていただいてるんですよね。はい、はい、ということで、どうでした今日は。いや、もうめちゃめちゃ嬉しいし楽しいし、はい、この雰囲気も好きだしね。いや、もうやっと来れてよかったっていう。ああ、ありがとうございます。まだ僕自身が緊張してるんでね、はい、そうですね。じゃあビールいっぱい引っ掛けてから、また次は。次は、ね、はい、ということで、脇田さんも久しぶりのご出演で、どうもありがとうございました。やっぱり脇田さんいるだけでなんかホッとする。ビリケンさんじゃない。いや、うん、あ、なるほど、ビリケンさんか。ワープロジェクト大使のビリケンさんってことですね。いいかもしれないですね。はい、ということで、こんな感じでね、今日はね、お送りさせていただいたんですけども、はい、盛りだくさんだったんでですね、もう編集大変と思ってます。はい、ということで、編集を頑張りたいと思いますんで、この辺で終わりたいと思います。はい、お願いします。はい、ということで、皆さんどうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。